はい、どうも峰島です。今回はですね、久しぶりに時事ネタを扱おうかなと思いまして、ユタボンですね、ユタボンが炎上しているわけですよ。ここ最近ずっと、もともとクラファンで500万ぐらい集めて、それでなんか全国回って、その不登校の子たちのなんか支援かなんかするとかっていう話で500万集めたんですけどね、それがね、全然そんなことやってないじゃないかみたいなことで炎上し始めて、最近はね、収益停止したんじゃないかとかって話なんですけど、一応なんか収益あるっぽいですね。僕さっき動画をクリックしたら広告出ましたし、スーパーサンクスもあるんで、なんかね、スーパーサンクスが一回消えたんですよね。で、ユタボン側の反論としては、いや、わざと消したんだみたいな感じで言ってたみたいなんですけど、で、最近なんですけど、またなんかすごい動画出してますよね。バイクに乗って危険運転みたいな、まあ敷地内でやってるんで、多分無免許でも大丈夫なんでしょうけど、私有地の、ね、敷地内でやってたんで、だけどちょっと普通に危ないようなバイクの乗り方なんですよ。だから、その日本一周するっていうので、500万クラファンで集めて、その日本一周の旅がやばすぎるって話ですね。なんかこの前は事故ったか事故ってないとかでも話が出てたみたいで、あまりにもその通報数と低評価が多いと収益停止されるらしいんですよ。で、ユタボンのね、低評価は、まあ、ツイッターとか見てると90何パーセントだっていう話で、僕でもね、すんげー悪くてもそれぐらいですよ。すんげー悪くて、だから通常全然そんなんじゃないですけど、究極悪くて、まあ、90% とか1回か2回は撮ったことありますけど、そりゃね、めちゃめちゃ評価悪かった動画ぐらいしか 90% 撮るってなかなかないです。なんかね、毎回それぐらいの評価なんでしょ今。直近の動画、なんか中国人がどうこうってやつ、評価だけ見に行きましたけど、 1.3 万再生でグッドボタンが80ぐらいしかついてないんですよ。これはもう超嫌われてんなっていうことで、でね、なんかツイッターを見てると、そのお父さんがユタボンに対して陰でいろいろ言ってんじゃないかと、まあこれ本当かどうか分かりませんよ。ツイッターの人がつぶやいてただけなんで、本当のことかどうか分かんないですけど、この話に関して言うと。僕もその現場にいて、そのお父さんのね、ユタボンに言ってたっていうのは、直接聞いたわけじゃないんで、それは分かんないですけど。まあでもそういう噂が出てるっていうことですね。いろいろありますよね。その中学校に実は通ってたんじゃないかとか、通わせてないっていう話。不登校 YouTuber ですよね。少年革命家、不登校 YouTuber っていうことでやってますけど、実は通ってるんじゃないかとか、最近児童相談所に、自走ってやつですね、これに通報してる人もいるみたいなんですよ。わざと炎上してやってるのかどうかっていうのもよくわかんないですけど、アンチが増えすぎちゃうんじゃないですか、あのやり方だと。確かに注目もされるけど、アンチもめちゃめちゃ増えるんで、で、なんかね、ペイペイこじきしたとか、その日本一周してる時にペイペイこじきしてどうこうっていうのも聞いてますし、炎上ネタだけでもめちゃめちゃあれやったこれやったっていうのがめちゃめちゃありますよね、ユタボンっていう人は。ああやって稼いでいて、まあ、お父さん、まあ、ユタボンのマネージャーみたいなことやってるんでしょうけど、まあ、子供に稼がせて、そのお金で生活してるっていう、そういう流れだと思うんですよね。で、学校行かせないっていうことでしょ。で、ひろゆきさんともバチバチやってるし、だからひろゆきさんもね、その、ちゃんとした資格がある人が家でね、勉強教えるんだったらいいんじゃないかって話してましたけど、じゃあ中村さん、あなた、何が資格持ってるんですかと。中卒の何の資格もないやつが教えていいのかみたいなこと言ってましたけど、それでひろゆきさんがね、あなた何の資格があって、それでどういうふうに教育してるんですかみたいなこと言って、それでバチバチやってますよ。そのツイッター上でね。そもそも論、義務教育で中学校普通は通うでしょっていうのが前提にあって、それで学校に行かせないで子供をね、出しに使って YouTube で収益を稼いでるっていう、これがいかがなもんかなっていう話ですよね。まあみんな言いますけど、10年後20年後どうなってるか分かんないんで、まあそれはみんな YouTuber はそうだと思うんですけど、とはいえね、その今ちっちゃくて、まあ可愛いからっていうか、少年だからいいようなもんで、もう中学生になってきたんで、ちょっと体大きくなりましたからね。だからこれからどうするのかなと、その人気がどこまで続くのかなって話ですよね。で、チャンネル登録もえれい減ってるみたいで、まあそりゃ 1.3 万再生でね、グッドボタンが80ぐらいだったら、そりゃ嫌われてるっていうのが一目瞭然だなって感じです。まあ僕の意見としてはね、ユタボンみたいな人どう思うかっていうところなんですけど、まあ本人よりもなんかね、周りでね、こう騒いでる YouTuber の方が再生回数稼げちゃってるんですよ。まあだから僕も今日はユタボンを取り上げてるんですけど、だから相当アンチが多いっていうので、まあこれも戦略でやってきてると思うんですよね。炎上させて、そこで話題を集めて再生回数を伸ばして、それで収益を稼いでると。僕も YouTuber なんでね、そんな風に僕からは映ります。それが本当かどうか分かんないですよ。ただなんか戦略的にやってそうだなっていうのがあるんですよね。あとはまあ本人どうすんのかなっていう、
なんかね、ひろゆきさんの切り抜き見たんですけど、ひろゆきさんの切り抜きで、なんかランドセルとかもあんま変えてないみたいな、なんか、学費用だからユタボも稼いで、その兄弟が学校通ってるみたいな。で、お姉ちゃんはなんかね、大阪に残して、家族で沖縄移住したんでしょ？でも、お姉ちゃんついていかなかったみたいなこともあったみたいで、まあだからいろいろ過酷な家族だなっていう、僕の意見はね、過酷な家族だなっていうことで、僕が言える話じゃないんですけど、まあ人様にあんまり迷惑をかけないように、今僕それがテーマでやってます。人様になるべく迷惑をかけないように YouTube 活動やらせてもらってます、ここ最近ね。まあユタボもね、そんな人様になんか迷惑かけないようにやってられたらいいんじゃないですかねっていうことで、今回は終わりたいと思います。なんかエライで僕がね、いろいろあってそんなに時事ネタ注意してなかったんですけど、ユタボンだけはすげえなんかね、ツイッターの YouTube 内でね、いろいろ回ってくるんで、まあちょっと取り上げようかなと思って取り上げてみました。なんかね、今後もあれば、まあ炎上したらね、取り上げてみたいと思いますんで、ユタボンの方は見たい方チャンネル登録お願いします。それじゃね。